シャリホツは仏教の快祖釈迦仏の十大弟子の一人である。言語名、シャーリ・プトラのシャーリは母親の名前、シャーリーから取られており、プトラは息子を意味するため、漢訳ではシャリ子や詐欺子とも表記される。シャリホツは釈迦の直期弟子の中でも上手に座した。特に十大弟子の筆頭に挙げられ知恵第一と称され、親友かつ修行者として同期であった。 人数第一のメレンと合わせて二代弟子とも呼ばれる。シャリホツは北インドのマガダ国の首都ラージャガハ北部のナーラカ村出身で、司祭階級の家柄であり、妖名は、ウパティッサ、ともえ、ウパティッサといった。彼は、生来聡明であったので、バラモンの後継ぎとして期待されながら、ベーダ聖典を着実に収めていたが、次第にバラモン教への不信感を募らせるようになり、 隣の村に住んでいた親友のメレンと共に、バラモン教に囚われず自由に思考を巡らせて、真実の理法を求める出家修行者、すなわちシャモンになった。はじめ二人は、ラージャガ派で名を馳せていた自由思想家の一人、不可知論者、サンジャヤ・ベイラッキ・プッタに支持する。シャリホツはすぐに、サンジャヤの教義を体得して、サンジャヤ教団の皇帝となったが、ある日、 釈迦の弟子の一人アッサジと出会い、アッサジを通じて、釈迦の教えの一部を聞いた途端に、アズルカに達したと伝えられる。シャリホツは、メレンと相談して、釈迦教団への改修を決断すると、サンジャヤ教団の弟子親と250人も二人に、追従して、サンジャヤの下を離れて、釈迦仏に帰還した。ラージャガ派で名声と勢力を誇っていた、サンジャヤ教団から皇帝二人と、 徒弟250人が離脱したことに対する世間の動揺も大きく、釈迦教団の存在が知れ渡る一員にもなった。釈迦の弟子となったシャリホツはすぐに最高の悟りを得て、教団の上司となった。釈迦からの信任も厚く、時には釈迦に代わって、説法を委ねられることもあり、釈迦の実施であるラーフラの思想も任されていた。またある時、教団の上司の一人でエヴァだったが、 王老の浅いビク500人を引き連れ贈答さんにこもり、釈迦教団からの分離独立を図った事件では、そこに、シャリホツが出向いて、説法をしたことによって、下老のビクたちを引き戻すことに成功しており、その際、彼が説法をした時に起きたブロッケン現象に、ビクたちが驚いたことが引き戻る契機になったとも、言われる。シャリホツとメリンの二代弟子は、 釈迦よりも年長ではあったものの教団の後継者になるであろう人物として注目されていた。しかし最有力とされた滅長下道に、撲殺されてしまい、相次いで、シャリホツもまた晩年に重い病にかかると、釈迦の許しを得て、自社チュンダと共にならか村に帰郷し、母に見取られながら病没した。実際に、釈迦の入滅後に、 教団の後継者となったのは十代弟子のズラ第一と、称されたマカカ賞であった。彼の親族や兄弟、またそれらの名前などは諸教によって差異がある。それぞれ、当番ガンタ、母ルーパサーリーの下に、男子が、ウパティッサ、ウパセーナ、マハアチュンダ、マッテイ、レーバタカディラバニーヤ、ウパチャーラー、シスーパチャーラーという七人の兄弟姉妹であった。父、団長ヤナの下に、 夕波定数、大膝、順太、京佐、結離罰太、仙太、縁部かか、陳に、祖通り者名の鉢を、また数め、いけるしかばね、渡るかがいたとする。父母記載なし、長男から順に、だるま、いけるだるま、夕波だるま、定差、夕波定差、結離罰太、夕ハ,ハリり、バツタとする。父、そこさ、母、おうむ、祖父、まら、派定砂とする。 母サーリーの子に、ダルマ、ウパダルマ、サタダルマ、シャハスラダルマ、ティッシャ、ウパティッシャとする。なお、般若行などの大乗経典において、シャリホツは、消門上の代表者、聴衆の代弁者として、仏、菩薩と対話をする役割を担う人物として、登場することが多い。般若原見た神行四行目と八行目の最初に、シャリ氏の文字がある。 ホッケ業方便品第2。わずか292字のうち、シャリホツが5回も出てくる。ありがとうございます。